田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから今はこっちゃない、ボリューム556、これぞ政治のダイナミズム。くしくも米中国交樹立から40年、習近平の顔を立て、金正恩ドナルド・トランプ38度線会談に同席のムン・ジュイン、コペルニクス的展開が理解不能な痛い日本と題してお届けをばいたします。これは参考資料がついていますので、いくつかご覧いただければと思います。日本経済新聞の中国問題に関して非常に詳しい中澤さんという優秀な論説委員、編集員がお書きでらっしゃる記事も貼り付けておきますので、ご覧いただければと思います。これは何かというとですね、米中首脳会談というものが、G20、スリーパーセルがいるというふうに三浦瑠麗様が度重なる警告を出さったにもかかわらず、そしてみんな椅子をくっつけてあんなに狭いところに座るという、なんか日本の満員電車のようなことを前回申し上げたけども行ってしまった会議もありました。これ米中の首脳会談という前にですね、前夜に、米中のその事務方ではなくて副首相であったり、そういうクラスで、とりあえず中国が小麦アメリカのものも買ってあげるよ、いやじゃあアメリカもファーウェイ別に問題あるとはもう言わないよってすごい話なわけでございまして、トランプちゃんもこういうことばっかりやってるとですね、狼少年というかそのうちヘタレと言われちゃうかな。他方でアメリカの民主党の選挙がどうなのかっていう大統領候補、このあたりもですね、回を改めて言いますけども、土佐君という時事通信にいて、それから朝日新聞に入って、ちょうどヤッシーの知事の最後の頃に長野総局にいた、人が土佐茂雄さんっていうのが今アメリカのワシントンなのかな、ニューヨークなのかな、にいますけど、彼がなかなか鋭い記事を書いてるので、これはまた改めてヤッシー褒める時は褒めるっていうか、なんか最後ヤッシーを評価していたようなですね、記者がですね、どんどんヤッシーも評価をしていた記者がですね、どんどん成長するというのは、なんか学校の先生が嬉しいかなみたいなものですね。で、今回の問題はもう皆様に出しましたけど、やっぱりドナルド・トランプちゃまというか、アメリカの凄さはハプニングナウと、プレジデントアットマーク、リアルドナルド・トランプ is feeling up for the DMZ というツイートをですね、このダン・スカビーノさんというジュニアっていう首席補佐官なのかな、なんかで、これ何かとヘリコプターからずっとトランプちゃまのヘリコプターが今38度線に向かうよっていう映像なんかついてるんですけど、これはやっぱりですね、私はこれ見た時に、佐藤誠文さんが教えてくれた佐藤誠文さんのツイートっていうのはぜひご覧いただけると、文芸評論家の素晴らしい方、文芸評論にとどまらない人ですけども、これは感動的ですよね。ソウルの空をずっとトランプちゃまのヘリコプターから撮ってた。で、この感動ってのは情緒とか情念ではなくて、まさにリアルドナルド・トランプとしてのものなんですね。で、これは同時に38度線で休戦協定から66年、そこでまさにツイッター外交などと揶揄する人がいるけど、ツイッターであろうと何であろうというんです、それは事務方を通してたらあんな具合にはなりませんよ。事務方ってのは発想の OS の変換ができないですから、良くも悪くも今までの OS ですから。じゃあ OS を変えられるのはリーダーなんです。でもリーダーの言うことに免従腹背でなければ、そこで事務方の OS も変わっていくんです。そして世の中が動いていくんです。もっと素晴らしい人はそれは逆命理君というような形もですねあったかもしれません。住友の本来の家訓であるところなんですけどね。で、その前にトランプちゃんも青瓦台でムン・ジュインちゃんと会見したんですよね。で、ムン・ジュインちゃんダメ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 レムラック言ったけど、すごい不思議でしょうがないな。だってトランプちゃんの支持率も4割ですよ。日本の支持率もうちょっといいのかな。でもプーチンちゃまだって、ウラジミール・プーチンちゃまだって支持率4割くらいになってきちゃったんですね。そしてムン・ジュインちゃまも4割くらいだ。最初にムン・ジュインちゃまたち支持率が9割くらいあったから下がったって。それは極めて不毛な数値主義であって、相対的に見たならば国民の4割くらいずつしかみんな支持していないという状況なっていうことですよね。
なのにまあ朝日新聞の牧野なんとかちゃまというですね、もう困ったんでしょうがないの、あの編集委員かなんかに横滑りをしたっておじさまとかは、ムンジュインバカバカバカみたいなこと書いてます。今回やっぱすごいのはトランプちゃんもちゃんと、トランプちゃんがムンジュインに花を捧げたんじゃなくて一緒に会見してんですよ。日本は8秒しか握手しなかった。でもこれ中澤さんが共同通信、日本経済新聞の中澤さんをはじめいろんな方が書いてるように、トランプちゃんはサムアップして、おおやろうぜ、それは米中首脳会談の内容っていうのがもうその朝決まっていたからです、夜決まっていたからですよね。そしてだからトランプちゃんは、次はここまで来たんだから、ハンムンジャンだって思ったっていうことです。でも一緒にのヘリコプターじゃ、一緒の飛行機じゃないにしても、ムンジュイン氏とドナルド・トランプ氏が一緒にソウルに戻って、そしてソウルで一緒に会見をして、さあいざあの八門天へというのを聖火台で会見したわけですよね。本来だったら日本もこの非武装地帯の DMZ に駆けつけ警護すべきだったんじゃないのっての、あの私は書きました。でそれこそ地球に俯瞰外交なのに、地球に傍観外交になっちゃいけないわけなんでございますよね。でところがですね、あの防衛省の防衛研究所の OB であり、そして拓殖大学の客員教授、肩書き関係ねえだろって言うかんだけど、これはうって引くわけですよね。これがなんか朝日新聞や毎日新聞や東京新聞にいた記者ので、朝鮮問題のエキスパートなんて書いてあったって、みんな色目が出てみる。防衛省の防衛研究所の OB で拓殖大学の客員教授、客員だからいけねえなんてさすがに言えないでしょ、竹貞秀さん、この人の分析というものを私があの一目置いてる日経ビジネスの副編集長の森英介さんがすぐに聞いたんですね。で彼は非常に素晴らしい内容、この会談の持つ意味、それはパフォーマンス、でも世の中なんだってパフォーマンスですよ。だってみんなに受けるようなネクタイをして政見放送するのも国会の代表質問するのもパフォーマンスです。でもパフォーマンスには中身がなくちゃいけないということです。中身がないんだったらそれはパフォーマンスになってしまうでアホってことでございますね。でこの竹里さんの言ってる内容っていうのは本当に的確なんで、ヤシが言うよりも的確なんで、ぜひご覧いただきたいと思いますけども、これが日経ビジネスのウェブページの欄で参考にならないって意見の方が圧倒的になっちゃう。多分日経ビジネスの欄なんか読んでない人間が、朝鮮半島問題ムンジュインっていうだけで反応して脊髄反射来ちゃう。でヤシーがチェックした段階でこの竹澤さんの素晴らしい記事が、インタビューが参考になったってのは 21% ですよ。参考にならなかった 78% ですよ。コメント欄にわらわら湧いてきてるのは、ウヨだけじゃなくてパヨ系の人も、いやどうよって言ってですね、そうじゃねえだろっていう話なわけでございまして、まさにこの、そしてムンジュインの凄さというのはですね、あの時ムンジュインはなんで一歩を引いていたか、一歩引いてたこと、ムンジュイン蚊帳の外なんておバカなこと書いた人がわんさかいましたけれども、そうじゃなくて、これ日経新聞の中澤さんが言ってるのは、ムンジュインがやったことって何かというとですね、これムンジュインの、よしからしょ、ムンジュインのやったことが何かというと、つまり朝鮮戦争というものはですね、ご存知のように、どこでしょう、朝鮮戦闘の具体的終結みたいなもんです。現職のアメリカ大統領として、中澤克爾さんというのが編集員です。ください。あの、日本経済新聞のですね、ボーン上田賞ももらっているような方ですけれども、この方がずっと習政権ウォッチっていう欄が書いてます。習近平氏には厳しい部分もあるかもしれないけど、的確な文章です。で、この中で言ってるのは、朝鮮戦争って誰が当事者だったかっていうと、韓国とアメリカと北朝鮮と中国だったわけですね。それが現職大統領が言って、ましてや一歩、じゃあ私もそっちか行ってみましょうかつって、どうぞって、いや来るとは思わなかったよって、あの習近平、あ、じゃあ、あの金正恩氏が言っていく。そこに一緒に、よい子らしょっと北朝鮮側に、前回金正恩文在寅の時には一緒に、じゃあお互い足を踏み出してみましょうかと言ったムンジュイン氏がいたら、習近平氏はメンツ丸つぶれなわけですね。習近平というよりも4カ国で行った戦争が3カ国だけで一緒にお手手つないでたら、
そこだからといって中国はお怒りになりませんでしょうけれども、習近平金正恩会談というものも G20 の前にあった時に、あるいはもっと言えばウラジミール・プーチン氏という地続きである国も金正恩氏とウラジオストックで会っている時に、それやっちゃ違うだろうってことが分かってたと。ですから彼はあの時にはずっと見守るという姿なわけですね。それを蚊帳の外じゃない。そしてあの時に日本のメディアは誰も知らないからついていってこなかったんですね。そりゃそうでしょう。会ってる時にヘリコプターに乗って行っちゃった時に、ウォーリーを探せをやってた国ですから外務省は。そして聞いていなかったって、聞いていないけれどもこれから聞くってよくわからんってことでしょ。つまりあれはムンジュン氏は一歩引くという形によって、そして日本のメディアはいけなかった、でも全てのアメリカのメディアも含めて抑えていたのはムンジュン氏とキム・ジョンウン氏もハグをしている、そのドナルド・トランプとキム・ジョンウンが一緒に渡った後に。そしてつまりだって板門店側で会議をしたのは韓国側の建物ですから。そしてドナルド・トランプ氏も一緒に握手をしている。そして2人の会談しかなかったかのように言われてますけど、2人の会談の後に途中からムンジュン氏も入って話をしているわけですね。そしてそのことは習近平というか中国側も納得というか伝えられた上で行われているということです。だから全ては米中首脳会談の前日に米中の貿易戦争の棚上げということが決まり、そしてそれが行われた後、よっしゃ今度は行くぞと言ってドナルド・トランプ様がやったということです。まあドナルド様ちゃまがアメリカの独立記念日にですね、あのメラニー夫人とですね一緒にやってるようなこともほとんど、君たち全部戦君たちは戦士として若い者は戦えるようになれってほとんどなんか安らぎの時や夏空の方よりも周回遅れのようなことで、しかも彼は懲役あの兵役を、うまい具合に逃れたという方なわけでありますから、それは CNN だけじゃなくて FOX テレビまで書いてしまうというところがアメリカの凄さですし、あるいは、トランプ氏の妻であるメラニー氏のもともと秘書であった女性という方がトランプ様の、新たな報道官になったと。でこの方がですね、これあの、土佐茂雄ちゃんが書いてたんですけども、ステファニー・グリシャムさんと。でこの人がそのだって日本のメディアは NHK にしたってソウルからしか行けなかったんです、やってたんですよ。知らなかったから行けなかったんですよ、板門店に。そしてそのアメリカのメディアはもちろん会見をしていることを知ってるから一緒に行ったわけですね。でも北朝鮮側がそれはアメリカのメディアも一緒に北朝鮮側の土地にまで入れちゃったらやべえよなって、それは事務方としてかその SP としては当然北朝鮮の SP だって思うことですよね。でその時になんとこのメラニア大統領夫人の広報担当だったステファニー・グリシャムちゃんが、何をしたかっていうと、その会議の部屋にそのキム・ジョンウン氏側の警備員が米国メディアを入れないようにしよう、つまりだって2人で握手をしてその後ムン・ジュン氏ともハグをして韓国側の施設自由の家と、なんで自由の家っていうのかよくわからんがに行った時に、キム・ジョンウン側の警備員がアメリカのメディアを入れないようにしたって時に、この女性のグリシャムちゃんがなんと、警備員とそれが通路の手すりの間に体を自分を押し込んで隙間を入れて外国アメリカのメディアを行けゴーと言ったと。でそれに対して警備員にちゃんと通しなさいと言ったと。で彼女はその腕に青い型ができたと、ベルベルがそこがわからん、フェイクじゃないにしても古代かもしれないけど、でもそれに対してなんとオバマ政権の時の報道官、これすいませんニューヨークタイムズの原文読んだんですけども、今持ってきてないんで、その報道官にコメントを取ってニューヨークタイムズが報道の機会を与えたという点で称賛すると素晴らしい初仕事だ。これはやっぱりトランプ様の会見に CNN 入るなって言った時に FOX テレビまでそれは違うだろうったってことで、本当にこれは日本の護送船団記者クラブはどう思うのかなということなわけでございますよね。でということを考えるとですね、ムンジュインよくやったぞと。
でこれを言うとですね、この後はどうなんだよ、握手しただけじゃないかってこと、いいですか、全てはそこから始まるんじゃないんですか。無条件で会おうと言ったって会うことができないというような状況の蚊帳の外も世の中にはあるわけでございますよね。そしてもっと言うと、北朝鮮になんでみんなそうなってるかと前から述べました。ヤシはこれを知った時に、だって軍事施設に、軍事衛星に必要なタングステンの埋蔵量の半分が北朝鮮にあるんですよ。ウランの埋蔵量も他世界の半分が北朝鮮にあるんですよ。そしてレアアース、世界の供給量の9割を今中国が独占しておりますが、その中国よりも6倍近い埋蔵量があるんですよ。そしてこれは北朝鮮が勝手に野郎時代で言ってんじゃないんですよ。アメリカの資源探査衛星のデータでアメリカ自身が述べてることですよ。アメリカがわざわざこんな北朝鮮を有頂天にさせるようなフェイクを流しますか。これはまさにファクタ、ファクトなわけです。そして現在だって北朝鮮と中国、オランダ、インド、タイというものは背取りじゃなくて貿易をしてるんですよ。そして世界で国交を結んでる国が現段階で私が知る限りで174カ国あるわけでございますよ。そしてであるからして、これはもう日本経済新聞が行った、そして日本経済新聞とあの CSIS のですね、戦略国際問題研究所が2年前かな開いた時、日本で開いたんです。それに対してあのリチャード・アーミテージ様というジョージ・W・ブッシュ政権の元国務副長官だったような方、米国が先制攻撃を加える可能性はゼロではないが決して高くない、キム・ジョンウン委員長は自殺願望者ではないから危機的状況には至らずに対処可能だったんです。そしてジョセフ・ナイ、ビル・コリントン政権の国務次官補ですけれども、ハーバード大学で教えて、米国が軍事オプションに、だってこの人にいっぱい日本も CSIS とかで多分小泉純一進次郎ちゃまだって学んでんですよね、日本の役人も。米国が軍事オプションに言及してるのはあくまでも交渉力を高める手段だと。ドナルド・トランプ大統領が発したメッセージ、炎と怒りに差したる効果はない、むしろ中国が率直に北朝鮮と議論する方が態度を変える可能性は高い。であるからして今回も中国はその場にいないけれども、金正恩氏は一歩引いていたということなわけでございます。そして皆様ご存知のように、無条件で話す、無条件で話すといっても北方領土に関してもウラジミール・プーチン氏が言っているように、こういうものを結んでたわけですね。日朝平壌宣言2002年、国交正常化する、もちろんまだできてません。日本側は朝鮮の側に謝りますという文章、これが2番目に書いて、そして4番目に書いてあるのは、日本側は北朝鮮側がもうアップアップ、もうお口、いっぱい、沖縄の言葉でクワッチだよって言われるまでは、日本側がずっと無償資金協力や低金利の長期借款や人道的支援の経済協力を行いますせーと、国際協力銀行の前田ちゃんのところも一生懸命やりますせって書いたんです。そして3番目、皆さん、日本国民の生命と安全に関わる懸案問題については、北朝鮮民主主義人民共和国側は日朝が不正常な関係にある中で生じたこのような遺憾な問題が今後再び生じることがないよう適切な処理を取ることを確認って書いてあるんですよ。これコントラクトですからね。つまり今まで不正常だった時に起きたようなことが今後は起きませんっていう奇妙な未来思考になってるということですよ皆さん。この奇妙な未来思考のところは今中国側が言ってるのと同じことな、あ、中国じゃないかもしれない、ロシア側が言ってるのと同じ状況であるということなわけであります。ということになるとですね、これはどういうことが起きるかということなんですね。そしてそれに対して今日本は何と言ってるか、どこでしょう、日本の大変にツイッターが上手な方はこういうふうにおっしゃっているわけです。
世界160カ国以上も金正恩政権と外交関係を結んでいる日本は、これらの国々に対し北朝鮮との外交的経済的な関係を断つよう求めなければならない。 G20 の中で北朝鮮と国交関係にないのはアメリカとフランスと日本だけですからね。それを外務大臣になられて2017年9月21日に コロンビア大学でこういう方と、国連に入ってる国に対してお前らは国交をやめろって越権行為ですよね。そして雑談だったらやってあげるよって、雑談あるいは対話と訳したのは日本のメディアが愚かちゃんで、接触と対話とどう違うんですか。で今回の場合にもドナルド・トランプちゃまがキム・ジョンウンちゃまに言ったら、うん了解しているよって言った。了解しねえなんて言うわけねえじゃねえですか。だったらなんで駆けつけ警護に行かなかったのかな、駆けつけ警護に行きましょうと、なんで体を張って言えるような人がいれば、それは真空地帯であるならばですね、すぐできるはずなわけでございますよね。ということでですね、まあ今回本当にこれぞ政治のダイナミズム。だからここから一歩なんですか。言うべきことはここでも北風吹かせててもしょうがないでしょう。よくぞやったと、大切な一歩だ、じゃあその次具体的に何やってくれるのよって話なのに、具体的な一歩すら踏み出せないような国がずっと狼少年を言っててどうすんのって話でございますから、これはなかなかですね G20 の後大変なことなわけでございまして、ボリューム556、これぞ政治のダイナミズム、くしくも米中国交樹立から40年、習近平の顔立て、金正恩とドナルド・トランプ38度線会合に会談に同席のムン・ジェイン、コペルニクス的展開が理解不能な痛い日本と題して、まあ、トランプ様に関しましてはもう北朝鮮問題だけは早く彼のですねレガシーにして、そのために日本がいち早くあの推薦をしたノーベル平和賞をですね改めて日本が極力推進すると、でも日本が極力ノーベル平和賞にもう一回推薦するならばなおのこと、その前に日本のウィンウィンもなければ、ウィンウィンどころかギブギブをしてですねルーズルーズになってしまったんでは元も子もないというお話でありました。